どうもブルーーーームビューティーバーのゆきですアプリとかでね知り合って初めて実際に会う人とか知り合って間もない人との会話で話しかけても質問しても話がなかなか盛り上がらない時って困りますよね。なんでこんなに質問しても話が盛り上がらないんだとかねどうしてこんなに会話が途切れてしまうんだと焦り始めるといよいよ訳わ,わかんない質問まで繰り返したりして自己嫌悪。 というね苦い経験のある人もいるかもしれません会話が広がらないのは相手も会話が苦手っていう場合とか残念ながら会った時点で心を閉ざされてしまったっていうパターンもありますが盛り上がりにくい原因はね質問の仕方とか会話の広げ方にもあってそこを気をつけられたら相手が会話の苦手な人であってもキャッチボールは続きやすくなってきます。 ということで会話が盛り上がらない原因についてお話をしていきますよまず質問の仕方についてです例えば好きな食べ物は何ですかラーメンですお仕事は何をされているんですか製薬会社で開発をしています休みの日は何をしていることが多いですか朝はベッドでゴロゴロして昼ぐらいから一人で買い物とか映画に出かけたりします という感じでね単発な質問とかそういったものを繰り返していってもお互いにつまらないんですね。質問されている側も「この人あんまり自分に興味なさそう」って印象を受けます。それよりも一つの質問から深掘りしていった方がいいですよ。好きな食べ物を聞いてラーメンという答えが返ってきたら「何味が一番好きですか?」とか「 おすすめのラーメン屋さんはありますかとかねあとは食べたいラーメンだったら1時間並べますかとかラーメンからどんどん連想して質問をしていきますそうすると相手も自分の好きな話題だったら楽しそうに喋ってくれますし相手の価値観もねちょっと分かってきます まあこんな感じで言ったらね例えば食べ物にどれだけこだわりがあってどれだけお金とか時間をかける人なのかとかね味覚の好みっていうのが見えてきそうですよねまた自分が質問された側だったら同じ質問を返してみましょう「私はラーメンが好きで一人でも行っちゃうぐらいです」「まるさんは何が好きですか?」っていう感じですねあとはね会話中に 「でも」とか「だけど」っていう否定的な言葉をたくさん使う人は知らずのうちにね距離を置かれてしまいまいす自分を否定してくる人よりも肯定してくれる人に好意を抱きやすいですからたとえ同意できない部分があったとしても相手がそういう感情になったりとかねそれで行動を起こしたっていうことは受け止めるように意識して話をしてみましょう。 こんな感じでちょっとしたことを意識するだけで会話のスキルは上がっていきますよまた会話を苦手って感じている人は日本だとね半分以上いるっていうデータが出ています自分だけが劣っているように思いがちなんですが案外みんな一緒かって思うとね少し気が楽になりませんか思い詰めすぎないっていうのもね会話を進める上で大事なコツです 何か参考になったら嬉しいです。それではブルームビューティーバーのゆきでした。